社長が修理してみた。ドドン。はい、こんばんは。社長の修理でございます。ここ最近ね、公開修理でいろいろね、ぶつくさ言ってますけれども、そういうのも含めていろんなものを見たいという方は、まずは皆さん、株式会社フィットネス芸人に入社してください。あとはチャンネル登録よろしくお願いします。よくあるくだりをやってみました。いや、今日は一日ボリュームあってもう疲れましたけれども、僕のアルバイト先で買った固定カメラのクリップがめちゃめちゃええ仕事してまして、やっぱりちゃいますね。これもう一個欲しいな。いい感じで車内も撮影ができてます。そういうところからストレスをなくしていかなあかんのやなと改めて思いますよね。まあそんなところはいいんですけども、ここ何日かフィットネスイベントのね、集客だったり、そんなところあるよねっていう話だったりでぶつくさ言うてるんですけれどもね、自分のイベントなんだから自分で集客しなさいよって言ってね、叱咤激励されながらぶつくさ言ったところ、イベントの集客が当初よりも増えました。パフパフ、ありがとうございますね。何でもこうやって地道にコツコツと活動することが大事なんだなと改めて感じさせ、感じさせられますよね。もう疲れてるんです今日は。とか何とか言うてるんですけれども、イベントは当日も含めまだ申し込み可能になっております。改めまして明日ルネサンス痛みのイベントよろしくお願いしますね。特に一個言い忘れたのが、ステップね、ブラストのクラスは明日から新曲スタートということで、もう慣れてる方も初めての方もスタートが横一線になります。音楽動きがリフレッシュされて60分受けられるというのが明日の魅力なんで、ぜひよかったら日本一最高峰のブラストのクラスを体験しに来てください。どうぞよろしくお願いしますね。このねシリーズを通じていろいろお声をいただくわけなんですけれども、まあ言うても僕フィットネス芸人じゃないですか。ちょっと取扱説明書みたいなものがありまして、あれにしてくださいね。このこういう動画とかでこういう説明するのもどうかなと思うんですけども、そのストレートに受け止める内容はもう1割か2割ぐらいやと思って動画を楽しんでくださいね。やっぱりあの芸人なんで基本は面白にしてるんですよね。なのでこうぶつくさ言ってる内容でなんて言うんですかね、ちょっとこうマジで熱くなったりとかそれで怒ったりとかいうのもちょっと困りますし、逆にあのなんか心配しすぎたり悲しんだりっていうのもなんかちょっと困りますし、そういう取扱説明書みたいな心持ちっていうんですかね、みたいなのは株式会社フィットネス芸人のコミュニティページがありますんで、そこでちょっと僕の活動のね、
内容というか活動に対してのマインドみたいなのを書いてるんで、その辺ふわっとお時間ある方は読んでください。ゆるーくええ感じにやっていきたいだけなんで、そこぐらいですかね。ちょっと気になったのがね、なんせイベントは当日含め明日までエントリーまだ可能となっておりますんで、最後の滑り込みお待ちしております。そうですね、来ていただいたらまたちょっと次回の予告系みたいなのを明日やるかもしれませんので、それも楽しんでいただけるんじゃないかな。ちょっと角度変えてみました。角度ずれたからやってるのに。ね、そんなとこですかね。いや、今日も一日、今日は一日だいぶ充実しましたね。明日も楽しみですね。そういうことやな。寝てるやん。おはよう。難しいっすよね。いや、寝てるやん。寝てるやん。会議中寝てるやん。会議中みんな寝てたでしょ。